お疲れ様なんです。今日はですね、今シーズンから採用されましたメガドラフトマルチやっていきますなんですが、ただねやっていくわけじゃありませんよと、カードね15秒以内に選ぶと思うんですけど、選びません。はい、15秒経つと時間切れでね、ランダムに選ばれますんで、麦ったんと剣詰めし世界一桁おるやん。夢ほんま、すごキッズ世界一桁おんず今やばくね。というわけでちょっと俺もここに並びたいと思います。はい、今からね上がると思います。なんですけれども、今日はね運に任せてやっていこうかな。はい、私は選びません。もう時間切れでカード8枚手に入れられると思うので、まあその8枚で勝ってこうぜと言ったところですね。まあ、僕いつもだったらこれもうすぐね、なんだライトニングとかイチコスとかフェニックスとかね欲しいなーつって取るんですけども、今日に関してはもう、はい、祈ります。ババとかいらないよね。だからおー相手が早いのありがてえな。俺が遅えからか、俺が遅えから相手もさよになってんのか。いやこれね意外とでも何とでもなりそうだなと思うんですけど、だからババ小屋とかなんかゴーレム親衛隊みたいな、エリゴレとかね、エリゴレ一番弱いでさえ、いやめっちゃいいぞ。やりゴム系はちょっとなんか強くなったんですよね、射程が伸びて。そうだから、いやもうこういう安牌な感じのカードを取ってくれたら多分勝てる。そうか、ババコやエリゴレなんか対策されやすいカードとか、まあエリゴレロンガーねなんですけど、コスト重いカードいっぱいとか来ちゃうとむずいよね。いやでもあれね、範囲攻撃マシマシなんだけど、いや攻めがないのも嫌なんで、まあ、ホグとかがね取ってくれたら嬉しいな俺。ホグか、まあ、ムートとかも好きですけどね。さあ俺が言ってるやつ、あーいや全然許される。多分これねやったことないけど多分当たりの方だと思うな、この引きは。どうなんだ、あとなんだろう、ディガーとかゴブジャイとか来てくれたもちょっと嬉しいけど。おー、あれあのこれ見えてない、そのみんなからね、あれラット実は15秒寸前でね、選んどんじゃねってなるかもしんないですけど、触ってないですからね、のんきに見てるだけなんで、全然画面触ってないから。マジ次お願い、文句ゴルナイチャンピオン取れ、文句かムート取ってくれたら幸せ俺。おー、うわー渋いなこれ。相手ミニピッカもあってマジやっちゃ、まあ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 、いや、まあ、次俺か、インドルとかいいんじゃない、フェニックスとか取ってくれたら天才。フェニ、ああブート、いやマジでこれ俺選んでねえから、本当にそれだけ言っとく、俺じゃねえ、俺は選んでねえ、運で。次ババコヤ取ったら俺がこれ選んでないこと証明される。いや何取ったら強いだろうな。まあ、陸、ああ、フェニックス欲しい。普通にフェニックスか、なんだろう、硬いのないと俺終わんな。アイゴレでもいいわ。フェニックスアイゴレぐらいは結構当たりだな。フェニックスアイゴレ来い。スケキン文句ふっ。ああ、いや、なんとも言えんわ。スケバレ。いや、今回多分そんな悪くないんですよ。絶対、重量級変なの持ってきたり、エリゴレ取ってくる方が終わるんで。いや、そう考えたらこのデッキはね、割かし当たりな方だと思う。まあ、オーブンめんどくさいね。マジアチャもめんどくさいね。まあでも、スケバレさせそうな気もする。さあ、ギャングで、ちょっと受けていくか。バイスピアだな。バイスピこれ勝てんのかな？射程伸びたぞ。うわ、あ、勝てんの？熱っ。いや、やりゴブ、この前まで勝ててたっけ？あんま勝ててないイメージがあった。さあ、で、そこも回収できる。相手の攻めカードなんだ？いや、今回、マジで、ズルしてんじゃねっていうぐらいの引きをしてる気がします。してないですけどね。はい。これ、ミニペもメガナイトもあるんで、なんか、渋いね、だいぶ。耐えれるかな？受け、陸受けが。ね、これメガネとどうすん、あれ
さあですよね。でもジャイが入ってく。よしよしよし、意外と強いな。ジェイが強いぞ。さあ問題はこれだな。キング起動にするか。キング起動できんのか。できねえなこれ多分。普通に勝つわ。さあやりゴム残ったのは熱い。99。これ落ち逃げ、落として逃げるプランもある。いやさてはめっちゃ強い。いや多分この後これよりマシなデッキを取れる気がしないんだけどな。私メガドラフトでやっぱいろんな YouTuber とかがね、これは強いですとか上げてますけど、まあ多分どれも強いんだよなと思いながらどう正解俺も知りたいかな。周りのねやつを参考にしつつやっていきたいけど、マジ感覚ゲーすぎてやばい。エリゴレババコヤとかはね取ったことないな。てか基本的に重たいの僕あんま取んないですね。うん、やっぱ低コストを取っとくと、別にコウモリとか取って相手にザップ取られても別にそれってただ2コスね、2コス使って2コス使われて大きな損もないですし、それこそババコヤとか取ってねクエイク持たれてしんどいですだとアドもすごいじゃないですか。なんで低コスト、低いコストいっぱい取っとくと、あとは PS で自力でなんとかできる気がするんで、控えめなコストおすすめ。あと文句最強です。僕文句あったらもう即取りますね。ほんと1番取ります。天敵がインドラとかかな。なんでインドラなかったりしたらもう即ね、即文句です。はい。さあちなみに今なんかあれっすね、勝利ボーナスがすげえ優しいんで、もう神々いけそうですね。はい。なんで結構今回すぐに展開いけるんじゃないかなっていうので、展開行ったことない方もねぜひこれで行ってみてください。勝利ボーナスだけで今ここまで来れてるんで、運良ければ 100% まで見えます。さあ欲しいカードはね、まあ、クエイクアレンジ施設後回しでしょ。でディガードリルバルーンロイジャイ攻めても豊富と、1コスがねヒースピーちょっと使いにくいんでアイスピ取りたいなーって思います。アイスピとウッドもいいね。アイスピウッドマジアチャーとか取れたら幸せなんですけどね。ほい。まあザップね欲しいけど取れないですから俺は。ザップか、まあ悪くなさそうだよね。逆にスケブギャングとか取られてさ、呪文ないみたいな方が困るんで、ゴレない。え？やるじゃん。こんなとこで引き強みせてる。もっとあるだろ、他のとこで。普段、もっとある。絶対ここじゃない。まあでも、勝ちたい。さあ、リコ欲しいな。ザッピーとかね。これザッピー取ってくれたら天才だな。あと、ダクプリとかでもいいね。ザッピー、ダクプリあたり欲しい。やっぱ攻めカードをね、この段階とかでクロスとか取っちゃうと発狂しちゃうよね。おっ。あれ、いいね。だからあんまやっぱ外れカードがないんかな。まあ、強いて言うならラバー。この中でこれだけ取るとやばいわ。ラバとクロスか。それ以外は、そんな悪いカードじゃない。え？めっちゃいい。めっちゃいいけど、まあ半分も済んでんで、そろそろ攻めカード取ってくんないと、ウッドザップで頑張ることになると俺。ぽいやスケバレでもいい。あと文句の反射だけでも頑張れる。どうにか削れるカード俺にくれ。マジ打ちでもいいぞ。来い。ヒースピーだけやめて。うわぁ、キモすぎ。なんで？うわぁ、マジか。いや、これでどうせクエイクとか取られるんですよ。ペッカとか。やばいぞ。ペッカエリババミニペされる。やばい、地獄来る。ペッカだけはやめて。お願い。本当にやめて。おー、あ、俺か。俺のターンだったか。何やそれ。動揺が隠せないけど、いや、これは、意外と悪くないかもしんないぞ。相手にペッカ取られなかったのがでかいのと、悪くねえのか、これ。どうなんだろう。
いや、相手がギャングスキーを取ってくれてるからありがたいな。マジ、文句、だから、陸、ザビ、キモすぎる。これ、これ、怪しくなってきたな。こいつ、ピック下手だと思われる。あと1枚っしょ、これ。何が、いや、ダクプリ、マジ、ダクプリゴルナイ、マジ、お願い。あー、今じゃねー、マジやっちゃ。欲しかったけど。あー、待ってよ、相手、バルーン。バルーン俺どうやって守る。負けが変わってます。防衛スキラしたかったな。サマモン、ここはね、エリババ耐えていく。アイスピがね、俺の中ではだいぶ当たりっすね。アイスピのおかげでなんとでもなる。さあザップマル、俺これガイもして一瞬クロスちょ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 って稼いで逃げる。ゴッツプランです。はい、あとは最後スキラちょ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 って打ってね。はい、さあボイクロスしなきゃ守れないんで、はい、しなきゃないんで受けが。まあまあ ISP はねいらないっすね。これ矢の雨と相手ポイズンなんでさ残っていく。痛いな、でもこのダメージちょっと。たまたまスケブみたいなのないかな。はい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 、そういう感じね。これはね、冷静な男はね、これで耐えたい。ここでバルーン来るとやば、近かったな。ちょっとやばい、もう一発、うっ、うわー、バカー、やばい。わー、ずるやん、それガーゴスケブ、なんか来い。いや、アイスピで頑張れる世界戦。いやー、いや、でもダメージさ、意外と頑張れてるよな。バルーンちょっと強いんだよな。さあ一旦ボイクロスして、いや俺普通に勝率 100% 目指してるから、こんなとこで負けたくない。お、新しい、キャング、うっ、お、意外といい。間に合う、おマジ、うっ、でかすぎる、なんていう、危ねえこれ。こういうのやばい、なんで勝ったんって感じなんですけど、攻め手がないのもやばいんですけど、攻めカードばっかなのもつらいね。いやー、でもでかすぎるこの価値は。さっきとピックの差がやばすぎてね、さっきだいぶ当たりでしたね。さあ次から勝利ボーナス3つ。さあ次も紙ピック頼むぞ。どうでしょうね、どうでしょう、何が強いんだ。うっとやめ、ロイジャイ強そう。腐んないから、ババコアクロス以外だったら正直当たりかもしれない。あー、天才。アチャクイいいな。文句がいない時のアチャクイなんで、なおいいっすね。まあ、今回あとは、小物スペルも豊富なんで、あとポイズンクエイク。小物系そんな強くないね。うん。だから、ゴーストユーノとか、バルキリーとか取れると、結構いい気がしてます。頼む。いや天才、え、これマジ俺タッチしてねえからな、本当に本当にそれだけは言っとくけど、ズルしてません。はい、程よく自分で選んでもバレない気もするけどね。うん、いや親衛隊とかいらないね。親衛隊バオコヤクロス以外だったらマジで何、うわーいいけど、その序盤の主軸は皆さん良くないですよ。ディガーとかなら序盤に取るのはいいと思うんですけど、
序盤にバルーンとかね、ラムライダーとかロイホグとか取っちゃうと対策されるだけなんで、あんま対策されてないんですけどペッカ取られて、檻取られてみんなのことがあるんで、よくないです。さあロイチャイ、これライトとかだったら天才だな。別にクリークでも最悪いいけど。おい、え1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27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 ,
いね。D が拾えるし。まあ、ゴブリン、縦線ギャング。あー、そろそろキモくなってきたね。いや、そうですよね。そうなっちゃうんですよね。あー、怪しくなってくんね。これ。マジで、俺の一番良くないのは、バルーンをここで取ることかな。守れないんだよ。あちゃくいしかいねえ。お願い、守れるカード来い。おり、誘導。あー、なんとも言えん。悪なし。何がいいんだ、これ。意外とクロスとかちょっと強そうだけどな。いやまあな、呪文もあって、いや、アイスイズいいぞ。呪文もあって、攻めカードもあってだから、いや、悪くはないんですよ。そう。ちょっといびつなだけで。ドリルね。あー、ドリル受け欲しい。ゴブリン。ゴブリン、ギャング、ゴーソ。ゴブリン、ギャング、ゴーソ。言うのでもいい。ウォールブレイカーでもいい、別に。マズネクでもいい。お願い。シエタイとババコヤでだけはやめて。本気でやめて。うわぁ。まあ、許そう。許そう、許そう。さあ、ドリルディガーっすね。で、施設も豊富と。で、呪文がなかったね。あっちゃくい最強みたいなのかな。やべ、これ。消えりゃよかったな。あっちゃくい下手だったな。さあ、ゴリゴリくんな。いやーこれ耐えて、カウンターロイジャー一撃パコーンプラン、幸せだな。ロイフがね、ほんま出さない、出したくないね。相手中型呪文ないの、あっつ。さあペッカいっちゃって、ペッカはね僕あんま取らないんですけど、まあなぜならね、縦線とかそうギャングとかスケブとかやっぱ小物がある程度いるんで、そんな活躍できないと思ってる。さあ、まあこれはしばいてあげて、いやこれだけでちょっときついぞ。相手ペッカの受けがあんま良くなかった気がするんで。はい、チンパン。いやマジで、えペッカつけや、大当たり、もしかして大当たり。さあ、まあもしかしたら今回の相手にはペッカが大正解運なんですけど。さあ着衣の竹取ればよかったな、延命すればよかった。まあ巻いてきたんでいいでしょう。あれ思ってるよりなんかデッキが完成してくれるね。さっきがやばすぎただけか。ペッカロイジャイ労力だもんね。攻めカード2枚ぐらいだったら許されるっすね。3枚出始めちゃうと難しくなってくる。さあドリルもこれまあしょうがないんで、耐えて後からウッドだけでダメージ500ぐらいで抑えれそう。なんならゴブリ2発だけでね、ウッドだけで300ぐらいで抑えれる。そうなったら悪くない。さあまたケツピーして、あーそれえぐい。これ折られるとちょっと嫌なんで、さすがにね。でも俺の限界これ。いやここはまだ折られないんで、プリンも処理しないでこれだけでいい。スロー効果かけて、マイティしばく。で、なんならここは延命してあげるっていう。延命守る。で、クエイクとかいらない。ロイジャーで壊す。からのロイホグで。はい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 。いや、なんなら天才すぎるピックしてんじゃね？俺じゃないけどね。いや、ちょっともうボッコボコやで。止まってね。意外と止まらないのか、こんだけなんか攻めカード多いと。さあいいね。しかもこれ3つもらえるの幸せだな。だってね、まだ数試合しかしてないですもん僕このメガドラフトモード。
気に上がってる。さあ、いやー、今回これだいぶ変わるぞ。アチャクイモンク、そしてフェニックスが強いね。スケゴブ島も強くて、まあ呪文が雷っぽい。クエイク雪デリか、まあ雪かデリ、どっちか取っときたいな。いや、通貨といっぱいあるぞ。さあ、安牌のバルキリーを取っていく。私はね、まあムートとかフェニックスとか取れるといいね。でその際に相手にアチャクイいるってだるいんで、アチャクイ用のライトか俺がアチャクイを取るか。うっ、あー、いいね。まあ安牌悪くない。しかも今回小物のスペルがね少ないんで、まあエリポン取って相手がクエイク取るみたいなのが一番やだ。てかエリポンが腐るな今回。それ以外は、うん、怪しいな。お、え、あれも、エリポン取ってくる。クエイク取れ。こういうのは絶対クエイク取った方がいいです。まあ、ポイとかライトでもいいんですけど、治癒型スペルは取っとかないと、いかれます、はい。で、相手がバルキリースケキンなんで、俺が親衛隊とか取っちゃっても、あれこいつバカなのかなってなっちゃうんで。おー、いいよ。なんなら対空攻め、俺が空系全部取って、相手に対空あげないスタイル。さあ、文句強いぞ。相手文句取ってないから、あ、着衣も強い。チャンピオン取れても当たり。来い。あー、まあ1コスね。いやー、30子、これよ。デリバリー、ライトニング、なんでもいい。デリかライトか、まあミニペか、ムーとか文句か、あ、着衣かも、なんでもいいわ。結構タコあるな、そう考えたら。今の俺なら引ける。エリポン30子か。これなんか危ねえ顔してる。縦線とかでもいい。はい、来い、カモン。文句ちゃん。ああ、いや、全然。なんなら、普段の俺でもこう選ぶ。ウィザードスケドラ。ねえか。ボム？いや、なんか、悪くないんですよね。悪くない、マジで。びっくりするぐらい悪くない。あー、これやばい。これやばいね。施設かミニペッカかババとかなんか硬いの。ゴーレム溶かすやつ欲しいな。ドリルでもいいよ別に。頑張るよ俺は。お願い、硬いの。本気で硬いのないとこれ。止まらんぞ。ゴール30子でキングまで。お願い、硬い。火力あれば何でもいい。施設でも何でもいい。来い、本気でやばい。攻めからだけいらん。あー、マジでキモすぎる。さっき消えたらいらないって言ったのに。なるほど。そういう感じね。逆に刺さる？いや、刺さる要素ねえな。いや、ここで変わる。ボム来たら天才。あー、いらんやろ、新鋭隊も縦線も両方。どっちかでいいって。それならデリバリーまでよこせやって。なるほどね。まあ、頑張ってゴルマ溶かそうと。まあでも高回転チックなのがちょっと当たりっすね。うん、これで攻めれるんで。苦しいんちゃうん？バルキリースケキン。さあ、まあ。いや、まあウィザード出して、ポイズン打ってこいよっていう。いや、早いって。ゴルムテク早いって、どう考えても。ポイズン持ってるからな。普通はここで俺攻めたいんですけど。はしまえ、マシマシプランからの逆線やりゴブ追加、これ見えます。絶対ウィザード側にボーラーとか出すだろ。攻めすぎてコストないやつよ。あー、コストないやつ展開しました。9ありました。コスト9ありましたわ。え、でも待って、コスト9あったけど、おったのやば。これもこのまま行こうぜ。あー、ポイズンあったね。さあ、でかすぎる。そう、あったんか。30子ね。30子待ってたんですね、あなたは。これが元プロのエリクサーハークです。はい、皆さん、思いましたか？間のエリクサーこいつねえぞっつって、9コスありましたから、はい。こんなもんですよ。所詮こんなもんですよ、僕らも。まとめたら悪いか。俺がこんな感じなだけか。はい。
さ、スケバレー強いぞ。フェニックス裂いて、おバルキリースケキン間に合うのか、間に合わなければ俺の勝ち。さあライト圏内、ライト317なんで、あと8は飛来神されなければ落ちますね。いいねー、いやいいな。多分ね、ヤリゴブヒースピーとかのね低コストがあるのがね世界変わるっすね。全部5コス以上とか多分そんなないんないのかな。相当日頃の行いが悪いだとか、クラロアにね見放されてるとか、まあそういったところがないと、まあ相当運が悪いとかね。いやだからこれクエイクもあるんでババコヤはいらないんですよね。あとは中型呪文5しかないんで、ちょっと5に価値があります。はい、あとはその5っぽい要素があるカード、5みたいな、なんだろう、メガナイトとかあれば扱ったんですけどね。5がない分、5しかない分。まあ、アチャクイも強いね、これ。アチャクイムと何でも強いな。これ何着ても勝てそうだ。ファイスピ天才。天才。1コス、2コスは取れるだけ幸せなんでね。さあ、なんだ、ハンターか。まあ、ラバとか取ってくれても、が困るか。ラバが困るくらい。なんか、スキラとか取って、呪文なんもないみたいな。あはマジでこれ、仕組んでるやんっていう。いや、天才505スピー。あー、でも相手のあれ強えな。縦線とか取りたいね。やなめないんでね。縦線取れたらめっちゃ強いな。ギャングはクエイクで行かれるんで嫌で。まあ、エレキ、マスケも強いな。マスケとかでもいいよ、俺。エレキか。まあまあまあ、一旦呪文を取っていくんでしょうね、今回は。もう呪文いらないね。いらない。あいつ怒ってるわ。え？怒る様子あったこれ。湯気玉そんな取りたかったんかな。おー、まあ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 、全然全然。全然いいよ。ババクエとか取る前だしね。取ってないから、うっと。縦線、あー、陸陸行しいな。マイティーゴルナイ、マイティーゴルナイ、ランバーとかでもいいね。別つけてもいい。なんか陸拾えるやつがいいな。ゴブリンバレルとかはほんまにいらないかんね今。おおおお、え、相手これ中型呪文なしで俺が30勝取れる世界戦が来た。そんなことある。いやマジこいつ俺よりピックうまいぞ。ランダムピックマジ自分の普段ピックやっててメガドラフト勝てないんすよ、苦手なんすよと思ってる方はお任せしてもいいよ。もしかしたら神ピックをしてくれます。はい、いやこれ30種いるだけで安泰だな。まあ、スケラとか取ったら論外。スケラはゴブリンバレルいらなくて、ペッカもいらないな。ゴブ小屋でもいい。あー、まあ悪くないのか。相手めっちゃ怒っとるやん。俺じゃねえし。いや、ゴルナイこれ取れたらマジで強い。本当に。本当に。これゴルナイ来たらズルしたことにしていい。あー、ペッカいらない。ペッカいらない。まあ、エリゴル取んなかっただけマシか。さあ、これはね、30種いかに多く出せるか。タレユキファイスピー30種もう1枚。このサイクルよ。それ以外は飾り。いや、意外といい形してんな。あー、まあまあまあ、一旦出していこうか。相手にゴルナいないのも幸せだな。いや、重。重すぎんだろ。全部重いと終わってた。アウトローガールなんかね、攻撃スクって早かったんだよな。早いやな。マスクこんなにいかれんだ。お、これアウトロー回る。ああ、インドライター、そういえば忘れてました。アウトローハンターだけだと思ってた。これやばいです。まあまあまあ。縦線もあんのか。アウトロいて。カトゥーン。さあ、序盤これ耐えよう。マジで、いつも言ってる気がする俺。
クララはね、なんか負けるとき、いつも序盤にこう1枚使いすぎてね、その2コストがなくて負けるとかよくあるんで、やっぱ序盤変なことをしないって大事なんですよね。はい、待ちまーす。まあペッカでいっか。ムーンとこっち自陣まで入ってくれるかな。入ってくれそうだな。さあ巻いてくる。いやータワーサボってんな。巻いて強っ。いや相手陸域は豊富なんでね。いやこれはね仕方ない。はい、序盤なんで宿命です。これがさあ、ここも三十出すんで一回待って、今から三十、はい、からのよね。ペッカ行きてえな。バルーン5でもいいよ。なんかこれ攻めたいっすよね。左か、さすがに左ペッカからのこれバルーンでさ、もうグッドゲームとかないかな。頑張れ。お前はグッドゲームだ。しばけマスケ、うまい。いやい、うわー、もう一発欲しかったけど、三十強い、三十死強い、三十死で無双してるだけだ今んとこ。さあチュチュチュして、これマジで全許容してやる。ガチ許容してやるよ。いやペッカからのバルーンからのバイボだ、出た。はい、一旦ペッカバルーン組んでから考えよう。勇気もあるしねこれ。いやファイブで良さそうだな。え、全てが入る神ファイブ。お前部屋どいてくれ。しかも三十種も残って、いや三十種神すぎるな。メガドラッドね、たまにこういうのあるっすよね。中型呪文ない時、バルキリーとかもなかった時の三十種無双だ。いやでかっ。さあどんどん行こう。いやマジで、あーこういうのがなんか怖いんですかね。そのエレジャイみたいな、相手にエレジャイ取られて俺はロイ・ジェイ・スケラ・ホグみたいな最悪のパターンか。やっぱ分かれてるから、施設、チャンピオン、呪文、ユニット、攻めカード、防衛カードみたいな分かれてるから、トリトンめっちゃ強いっす。ちなみにやっぱそこをちゃんとランダムでやってくれてんのかなね。なんか同じ感じの取りすぎるとか、まあでも主軸2枚もあったか、攻めカード2枚もあったしな。いやこれクエイク取られたんだからな、施設いらねえぞ。冷静にな、檻とかなったらいい。うっと、え、なんかさマジで俺のランダム強くね。引き良すぎてね。こんなに、こんなにいつも2分の1全然取れねえぞ。全然ね、普段は引き割る、運割る 50% で泣いてんのに。オーブンね、まあクエイク相手が取ったんでね、クエイク相手取った。今考えてもしょうがねえんだ。ぶっちゃけアウト行きすごいな。あー、いや全然アチャクイの餌だなそれ。アチャクイにしばいてっていうインドラやん。わあ、インド取るぐらいだったら、うん、なんだろう、ロイジャイとかでもいいな。危ねえかな。あー、やってるわこれが一番やってる。ドラフトで取ってるのは見たことがない。ドラフト史上最弱カードきた。あー、ボーラー強っ。ちょっと待ってよ、もう一枚攻めカード欲しいな。あとはアチャクイを受けたいんで、まあライトでもいい。アチャクイ用のカードが欲しい。ライトか檻か、あー、なんか何でもいいから、なんか受けれるやつ欲しいな。いやー受けれるけども。いや当たりか、なんならエルジェインをちょっと使える。ボーラーにだいぶ引かれるけど、アチャクイの受けとしては、いやババア一番いいぞお前。冷静になればね、悪くない。やだ、オーブンが渋い。オーブンが渋い。なあ、いや、いいぞ、いいぞ、いいぞ、急に。急に。あー、マザネク、マザネク、いや、やだ、ヒースピー。わー、LJ ボロム、マザネク、いや、もう、ボコボコにされそうだな、これ。アイスピとかでもいいよ、別に。ヤナアメでもいい。アイスピアナアメ来いよ。
そこ来たら許す全部。あーマジいらんな、マジでいらんな、これどうしよう。オーブンはロイフで壊そう。ここで1アート取られるけど、まあ全然。あとは相手トルネードとか中型呪文もクイックなんで、そういったところでは俺キング起動できるんですよ。これ攻めていいな多分。トルネもないんでインドラでエリジオも守れる。え、なんか勝てそうじゃん、相性いいように見えてきた。神相性引いたかもしんない。しかも今8組消えダッシュ終わった。さあ下がってもらって、まあ1発ぐらい許すか。2発やぶねえ。エリジオ来てもインドで円の外からね攻撃すればいい。問題はエリゴレ攻めちゃう。うん、でここで馬場を使うか問題があって、これが強い。円がいっちゃうのか。いやめっちゃなんか、え、対エレジャイトリトンにインドラにババに対エレジャイカードいっぱい取ってる。偶然にしてはできすぎてる。あーいい警戒ボーラーですね。まあでも引っ張っても何もできないんだよな俺。ファイスピ邪魔かな。あーでマジでこれ危ないのがねこれっすね。雪玉強っ。え、なんかでこれボーラないんで、あれあれれれれ、さて余裕か。さあ引っ張って溶かしていったんね。全てはトリトン。こんなのもうババでいやババ最強か。危ねえ危ねえ危ねえ。あちょくあちょくやんじババ。え、ババがこんなに輝くとかみんな見たことあるか。いけよお前、いたのかよ。おい、このエリゴレ止まんのか、ロイジェイ止まんのか。はい、最強デッキでした実は。はい、エリゴレだけはマジでいらん。いやメガドラとランナーちょっとおもれえぞこれ。意外となんとかなったな。さあというわけでこちらピックしないメガドラフト、皆さんもねちょっとやってみてください。いや、思ってたよりも、まだ、あ、下がるね。いい時と悪い時の。まあ、この辺はクロスで、スケラで勝てたのが一番良かったかなと。おやすみ、皆さんもやってみてね。では、お疲れ様でした。またね。